5953名に調査。好きな香取慎吾主演ドラマランキング、早速10位から発表します。第10位、 HR。 才能が開花した作品、適当な八方美人ぶりが良かった。今までのテレビドラマにはない新しい作り方、キャスト陣が舞台慣れしていて自由度が高く、そこに彼のキャラがとても際立って面白かった。ほぼノンストップで撮影された舞台演劇テイストの異色ドラマがランクイン。三谷幸喜作品との相性の良さも話題になりました。第9位、幸せになろうよ。優柔不断の男も香取慎吾がやったからどこか憎めない。最終回で見せた香取慎吾の告白シーンが印象深い、面白かった。月9主演を務めたラブコメディー、香取さんの明るいキャラクターがマッチし、みんなの心に刺さりました。第8位、スモーキングガン決定的証拠。科学捜査とか大好きなので珍しい役だなと思いましたが、すごく面白かったです。ちょっと似合ってないのではというイメージが逆に面白かったです。もじゃもじゃ頭が可愛かった。ドーナツの穴を覗き込んで言う流れた絵西の決め台詞が印象的なスモーキングガンがランクインしました。第7位、ブルーに恋して。サッカー通と4人の美女の物語。オムニバスならではの構成でシェフ、刑事などいろいろな役の香取くんを見られて楽しかった。サッカーのうんちくを語る香取慎吾のコミカルさが良かった。香取慎吾のすっぽい演技がいい。4話オムニバス構成のドラマがランクイン。毎回職業が変わりイメージ一新するので新鮮でした。第6位、バラのない花屋。意外な役だった。ワンパターンの演技じゃなくて良かった気がする。影のある男の役が良かった。とにかくすごく泣かされた。脚本家野島伸司さんに当て書きされただけあって、香取さんの繊細さが浮き彫りになった役柄でした。第5位、毒。バラのない花屋と迷いましたが、日本人でない役でドラマに感動したので、外国人で片言の日本語しか話せない役だったけど、役者としての初々しさと相まって似合っていた。ピュアな感じが良かったです。香取慎吾さんが19歳の頃演じたベトナム人の役、上背もあって線も細くめちゃくちゃイケメンです。しかもピュア、最高ですね。第4位、新選組。三谷さんの脚本で最初はどうかなと思いましたが、近藤さんの最後に近づくにつれすごく役作りをしているんだなと感じました。大柄な体型だけに近藤勇の役柄は良かった。変わった近藤勇が見られて面白かった。こんな近藤勇は新鮮という声が多数上がって4位にランクインしました。第3位、こちら葛飾区亀有公園前派出所。コミカルでハマり役だと思います。自分の思っていた両津勘吉とはまた違っていたけど、香取さんらしい明るい印象の両さんになっていて印象に残りました。非常にイメージの強いキャラをよく頑張って演じていたと思う。両さんを演じるにはイケメンすぎるという世論もありましたが、それを押しのけて3位に選ばれました。第2位、西遊記。このイメージが強すぎて他のドラマの記憶があまりない。慎吾ママも強烈すぎたし、キャラものはお任せって感じで面白かったな。ものすごく良かったから。悟空はこの人しかいないっていうくらいハマり役だった。もう一度見たい。喜劇役者としての評価も高く、3位に続いて2位もコミカルがランクインしました。特に悟空役の香取さんをまた見たいとの声多数です。そして注目の1位はというと、第1位、人に優しく。男3人仲良さそうなのが良かった。息が合ってて見ていて気持ちいいドラマだった。男性3人で訳ありの男の子の面倒を見ていて、いろいろなことが起こるが一生懸命に向き合っていくところが良かった。このドラマが本当に大好きで、前田役の香取慎吾さんにすごく合っていた役でした。ヒューマンドラマ人に優しく、前田善役が堂々の1位に君臨しました。スリーピースが懐かしい。見ていてほのぼのする良いドラマでしたね。以上、好きな香取慎吾主演ドラマランキングでした。
あなたが好きな香取慎吾の主演ドラマはどれですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。